ジのイングエル・マルムスティンさんですね。すごくね、ファンの多いギタリストですね。イングエ・マルムスティーン、本名、イングエ・ヨハン・マルムスティーン、6月30日生まれ、スウェーデン人です。スウェーデンの方です。北欧の方ですね。1963年ストックホルムで生まれました。1970年にね、ジミー・ヘンドリックスさんが亡くなったんですね。やっぱりテレビで特番をやったわけです。でその特番を見てギターに興味を持ちました、イングエ・マルムスティーンさんは。で同年ね、お姉さんから、ディープ・パープルのレコードをもらいまして、コピーを始めました。レインボーのコピーを始めたわけですね。そして1983年にグラハム・ボネットさん率いるアルカトラス、有名ですよね。一番有名なの広島モナムールかな。広島に原爆が落ちたことはすごく悲しいというような曲ですね。ですね。いいですね。やっぱりありがとうございます。村井さん、お誕生日にはね、あのハッピーバースデー歌いますんで。1987年に、自分のなのかな、ジャガー E タイプを運転中に木に激突するという大事故を起こしてしまいます。これはね、あの後にプレイスタイルを確立していくわけですね。イングエというとピッキングが少ない、スキャラップっていう、まあ、この指板の部分をね、削り取ったギターを弾くようにさらになっていきます。事故によってね、8日間、8日間意識不明となりました。これによりね、もう再起不能なほど右手にダメージを受けるわけです。なのでもともとピッキングはあまり得意ではなかったんですが、さらにね、左手の動き、ハンマリングとかね、でいかに音をつないでいくかっていうのが彼のプレイスタイルになったわけですね。まあ、幸いそれがすごく世界的に認められまして、今日のイングエ・マルムスティーンさんがいるわけです。何かね、ハンデを負うとそれをカバーするために練習しますんで、その結果秀でたギタリストになっていくわけです。今回ね、ご紹介したのは、スウェーデン人のイングエ・マルムスティーンさんでした。これ本名を言えるとかっこいいですよ。本名はイングエ・ヨハン・マルムスティンです。スウェーデン人です。私も好きです、このギタリスト。それではね、また次回の動画でお会いしましょう。竹下敦史でした。